まあ一応テレ東はそのなんか日系が親会社っていうこともあって、そんなになんか民放ほどエンターテインメントに振ってないっていうのもあるかもしれないですけど、とはいえ民放はワイドショーとかはなんかなかなか触れづらいんじゃないかなと思いますけどね。まあただ触れなくても特に社会的にそんなに問題ないよねということになりつつあるので、多分ここら辺で終わるんじゃないかなという気がするんですけど、